麻雀ファンの皆様、いかがお過ごしでしょうか。本日は鳳凰戦 B1 リーグセレクト、第5節3回戦の模様をお届けしてまいります。実況は私松田彩香が、そして解説は現鳳凰藤崎聡が務めます。藤崎さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速3回戦対局場の準備ができたようです。第37期鳳凰戦 B1 リーグセレクト3回戦統廃の開始です。改めまして、チーチャより森下、なんちゃ井出、シャーチャ西島、ペーチャ石綿の並びでスタートとなっております。森下の親番ドラは9ピンです。そして前卓ですね、2回戦を終えての成績がこちらとなっております。はい、放送の石綿森下はね、まだ2、3位争いと、はいはい、まあ争ってるかどうかは微妙ですけど、少し離れてきましたね。はい、はい、まあちょっと現状は緑宅の立川渡辺の争いが注目ですかね。まあ放送ではないのでね、ちょっと細かいあれは伝えられないですけど、この高級争いも、そうですね、まあ残留争いですかね。残留ですね、はい、残留争いも、そうですね、熾烈になってきています。こんな感じですかね。他は、はい、ちょっと苦しいかもしれないですけれども、そうですね、はい、奇跡を信じて、はいはい、昇級残留を狙っていきたいところです。はい、3回戦統一局森下の親番森下の手配はこちら、もう本当ここで結構頑張らないと。そう、うん、まあ森下プロはもう、はい、まあ、まだ実際そうではないんですけど、まあもう戦ってる森下プロの中では2連勝条件でしょうね、もうね。そうですよね、はい、まあ、2戦で80ポイント、そうですね、直対だから、まあ、2連勝して、はい、まあ、石綿プロを2回沈めるか、どっちから明日にするかとかがないとなかなかね、まあ、よっぽど大きいトップがあれば別ですけど、そうですよね、っていう感じになってきましたよね。まあ、ただ強すぎるよね今日はね。ちょっと今日の調子を見てるとね、こう崩れる気がしないっていうのが、ね、本当のところですよね。これでイーシャンテン、石綿、はい、チュンのポンテンも取れる、ね、鬼ですよ、鬼、鬼です、本当にもう次チュンだもんね。ちょっと井出のところからもね、いつ出てもおかしくない、あーチートイツイーシャンテン、西島もね、この立川がね、まあ狙うポジションにはなってくると思うんですけど、そうですよね、まあ、50ポイント差くらいであれば、まあ、はい、いやただね、ここもあの立川渡辺同宅なんでね、そうですね、だから一人をかわしても意味がないので、あ、まあそうするとやっぱり自力で半チャン2回で50ポイントぐらい浮いてこないとね、チュンポンテンだね。はい、チュンポンテンサーブ6球番三面ちゃん、いいとこ入ったが森下追いつけるか、いいとこ入ったけど盛り上がらないもんね、ちょっとこれは、はい、まあ、ここはね、はい、あの MC の技術でね、はい、あの日吉みたいに無理やり盛り上げてもらえる、ちょっとそこ助け合いの方じゃないですか、どちらかというとちょっとさあ関数マン引いたぐらいの感じで ね、 そうですね、引きましたか何か、いや、そう、ちょっともう一つくらい引かないと間に合わない、ね、石綿サブロッキューマン、森下追いつきたい、なんか引いた、なんか引いた、なんかペンチーピン引きました、ペンチーピン、いいシャンテン、これ盛り上がるんじゃないですか、結構盛り上がるの引きましたよ、ドラ使い切れる、あ、ただ積もったのは石綿はい、鬼鬼、はい、はい、シュン300、500、もう、まあ、こうなりますね、はい、別宅はこちら、はい、にひら現状プラス165ポイントでね、そうね、ただ、はい、あの優勝争いもあるんでね、一応昇級できるのは1チームにも一緒なんですけど、一応ね、あの基準位的な、基礎順位っていうかね、多分今季、はい、あのマスターズ同一戦中止になってるじゃないですか、はいはい、B1 前期でね B1 優勝してしまうと、あの B1 優勝ポイント2つもらえるんですよ、
前期の分と後期の分でね、あの後期出ないじゃないですか。そうですね。なので前期のポイントが消去者は倍になるので、今年ねポイントもらえる大会が少ないんで、B1 優勝とか結構ねグランプリに関わってくると思うんですよね。なるほど。普段だとね B1 優勝準優勝で多分グランプリの出場ってそれほど大きく影響しないと思うんですけど、今季はね結構影響してくると思うんですよね。そうですね。ちょっと感染症の影響でいろいろな、うん、まあ、大会だったりがねちょっと潰れてますもん ね、あの全部中止になっちゃってるんで、はい、まあ、公式戦でいうとね男子プロの方でいうとそれこそ10段とこのリーグ戦とね10段と、うん、あと WRC ぐらいしかないのかな多分ね。そうですね。となるとやっぱ確かに大きいですね、ここ。あの結構ね、多分大きいと思うんですよね。グランプリはなかなか出る機会もね、そうですね、練習少ない。B リーグぐらいだとやっぱりどっかタイトル戦で決勝行くとか何かないとね、なかなか出れないので、それが今年はチャンスあるんでね。まあ、あるかどうかちょっとポイントね出てみないと分かんないですけど、僕のイメージはね結構チャンスあるような気がするんですよね。西島ここは。ちゃんと三色ですか。ドラ小そうですが、あ、ドラドラ石綿。鬼がドラ重ねた。鬼がドラドラ。噛んじゃいました、もう。石綿強い発。仕掛けてきますよね、ドラドラ。はい。いやしかもこうなるとね、石綿さんはとにかくあの上がり重視で来るタイプ、あの展開なので。はい。打点は分かんないもんね。ドラドラ持ってると思わないもんね、みんな多分ね。何でもあるっていう。まあまあ普通に1000点でありますからね。ただ実際今回は万眼球、このシャーもポンできるか、はい、森下抑えるのか。いやーポンだ。これで少し高そうにはなってきました、うん、初シャーとポンしています。一歩前進森下。わっ、差し子がある。チーマンかリャンマンになりますね。どうしますか、リャンマンの方、うん、森下プロはね逆に打点を追うしかないのでね、まあ、メンタンピンイペコか三色かみたいな感じですか。あ、ただ石橋さんパーピン3枚綺麗なんだね。見た目ほど楽ではないですか。そうですね、パーピンのところが少し苦しい。西島統一増えてきました。チーテンパーピン、ただ3枚もいる、ね、3枚山。しかもイデプロから打たれる可能性もあるね。ありますね。あ、森下白あんこ、これは差し子もチーマン、差し子にはもうなかなか数万から引けばありますけどもね。変化ですよね。あ、テンパった。出ないほど出ます。はい、老朽層待ち転廃。リーチに行ったのは親番井出。ああ、救世主。これ引けないもんね。はい、ちょっと引けなさそう。石本さん行くだけだねきっとね。いや、森下もテンパった。サブロス層ここも行くだけだね。打点十分だもんね。いや、行った。森下サブロス層。あらら、若干盛り上がってきたね。そうですね。いや、ドラランこの老僧か、老僧は結構ありますよね。老僧2枚。ただね、パーピン3枚切れてるので、パーピンも3枚あるけどね。はい、鬼か、出ました、鬼。石綿の上がり、初シャードラドラ、23,900。はい。いやー、二軒リーチを。はい、あの、石綿さん、めっちゃあのいい人なんで。はい。あの多分怒んないと思うんで言いますけど、盛り上げるってこと知らないですかね。ここはもうこれでもかっていうぐらいね。あの展望だけじゃなくて心も折るやつね、はい、いや心折れる、ね、あの2人とも勝負手になって打点十分のリーチリーチで、はい、いつもですみたいな、ね、もう正直チャンスだと思ったと思いますよね。直撃もあるっていう場面でしたが、あっさりつも、はい、いつも2000残響ですみたいな。高い、しかもお値段が高い。
東山局西島の親番トライイーマン、はい、まあ全く隙がないですね、うん、これはちょっとあと半ちゃん2回やるとはいえ半ちゃん1回と半分ちょっとぐらいでは崩せないねこれはね。いやもともとねさばきのうまい人っていうのは引き出しが多いので剣法持てば持つほど引き出し使える引き出しの数が多くなってきますからね。こういう状況はもう石渡にとってはまあ本当得意中の得意でしょうね。いやー森下崩せるか。これはねもう作戦では崩しようがないのでもう本当正攻法ですよね。正面から行って崩すしか方法がないんで、うん、もうねどうら打点もついちゃう また鬼がヤクヤクドラドラさ鬼すぎる鬼すぎる男も優しいって言われても信じられなくなってきましたもんねだんだんすごい鬼うわいやーね優しい人だと思います。いやちょっとね、はい、自信なくなってきましたよね優しくないかもしれないこれはちょっとチュンのポンテンで、はい、満貫ですからねこれスチーマンいやー鬼すぎるわー森下このピンズの集まりがもう罠にしか見えない。いや天敗救世主になるか換算マンいやでも役ない。いやこれはスッチーマンが4枚山のスッチーマン満貫天敗石渡換算マン役なしはいいで、はい、3枚2枚残ってますけど積もんなきゃダメですからね。 うわ森下もピンズで進むと。でもね、森下プロはもう進めるしかない立場ですからね。そうですよね。いやー目いっぱいいかないドラは切らない西島。いやまあ老僧はね大丈夫ですけど。まあ危ない方から。はい。ローマン通ったところ。死ごろ。いやでも老僧がもう3枚切られてる。ドラがいいマンなんですよね。どうするいで、救世主まだ1枚あるね。はい1枚対4枚。ああ森下すまん。もう行って進んだら止まんないね。いいチャンスになるもんね。はい、もう引いたら森下は宝珠。いや初持ってきていいでは一旦回る。けど流派重なったりすると危ないのかな、まあ、現状多分スマも打たない気ではいるんだと思うんですけどね。やめた石渡の満貫天敗スッチーマン待ち山には残り3枚。いや西島も初打ちづらい1枚切れ。これドラ引いたことで森下ももうそうですね気持ちよくじゃないですけど山2枚になったんじゃないですか。2枚になりましたね多分ね。森下プロが1枚掴んだのでそうですね、うん、いいですよ助け合いでね。ありがとうございます。山に2枚もう仲良くいきましょう。そうです ねありがとうございます、はい、鬼退治の旅にね森下が出てますからね、はい、いやただ2枚もうちょっと他戦えないですからね。積もれるかどうかの戦いになると、うん、西島もここからそうね、みんな流派やめてるってことは大三元まであるってことなんでしょうね。そうこの流派とイーマンどっちもっていうのが厳しすぎますよね、うん、西島も
行くしかないと言われればそうなのかもしれないですけど、そうね、ここら辺はもう選手のスタイルというかね、信念みたいなものもありますからね。そうね、当たる牌は打ちたくないっていう、はい、いや数万1枚減った、ここは我慢の西島、山に1枚石綿、はい、これが大説であればね、誰が打ってもおかしくなかったですけど、おかしくなかった、みんな止めましたね。積もられないように祈ってね、ここは、まあ、どうやらちょっと俺が桃太郎になろうって人はいないみたいですよね。ちょっと厳しかったか今回は。まあ、あの鬼退治は簡単じゃないってことですよね。そうですね、ちょっと仲間を見に、はい、ちょっとね、連れないといけないですし、はい、最後の積ももなしと、はい、これで流局、トン三局は石綿の一人転敗での流局となりました。はい、石綿さんからすると血上がれないのかよって感じでしょうけどね。本当に本当にそうだと思いますよ、あの順目のチュンポンですからね。ああ、しかもね、あの安い可能性も十分ある局面なのでね、十分あるところでした。うん、ひょっこり打たれてもおかしくは全然なかったですけど、なんか藤原が上がったところ、お、藤原ドラゴ3枚、ドラ3上がってますね。あれ、あらららあらら、あらららら、あらららら、これは鬼がダントツのトータルトップになってますね。うん、そうですね。なんかすごいすごいな。本当もうすごいしか言葉出てこないです。語彙力がなくなっちゃって、もう、ね、本当ですね。はい、周りがね、メンタルはやられずに最後まで頑張ってほしいですよね。うん、そうそう、ただあのほら、連盟チャンネルの歴代 MC 見てるとさ、はい、語彙力必要ないじゃん。そうですか。なんかあの強弱だけで盛り上げていけばいいみたいな。なるほど、ここ声出してこうみたいな。そうそうそう。じゃあ西島、はい、まあ、悪くはない手なんですけどね、状況を考えるともうちょっと、うん、打点が欲しいところです。まあ、ただそれのせいでね、ちょっと喉やられて連盟チャンネルのリーグ戦引退した人いますけどもね、噂はちょっとあんまり言うとね、はい、大丈夫だよ、見てない。本当ですか。じゃ あ, えあいつリーグ戦でしょ、だったっけ。そうです、今日はね、連盟の MC 陣もね、リーグ戦で戦ってる日ですからね。まあそうですね、立ち上げの古橋さん以外はね、はい、そうですね、今日と明日リーグ戦ですから、はい、西島こちらの手牌、はい、石綿は一気通過見えますが、まあ、今回はいつもに比べればまあ鬼度は低いですね。まあただやる気ですよね。だってリャンマン打ってますからね。はい、あの親もう流してもいいくらいの状況なので、マンズと自敗全部抑えてもおかしくないところを打ってますからね、一応ね。確かに森下がイーマンのポン、まあ、マンズの何かをやっているようなステップになっています。マンズの何かって、マンズの何かをやっていますよね、これはもう。何かってなんですか。すいませんでした、本当に。どんどん、あ、そうです、語彙力なくていいと分かるとちょっと甘えてきちゃったかもしれない。あ、なるほどね、はい、こちらの形、イーマンポンしてます。はい、うーん、イデも、あ、仕掛け入りましたね。ローマンポン、2つ目の仕掛けが森下。いいじゃん、点。だから、もう石橋さんもだいぶ余裕あるので、はい、確実に昇級しようと思えば、あのマンズとか、まあ、リャンマンすら打たないと思うんですよね。だから多分、あのだいぶもう優勝を意識してますよね、B1 のね。もう敵は隣の宅にいるパン屋さんと隣のね、宅のパン屋さん、はい、あの対局場の中いるとね、結構声聞こえてきますよね。聞こえますからね。あの見てる方はね、あんまり感じないと思うんですけど、うん、対局場の中の声っていうのは結構響くもんですよね。はい、で意外とあのこう隣でやってる時、はい、まあ、変な駆け引きみたいなのがあってね。わざとあの高い手上がった時を聞こえて言うとかね。なるほど。
まあ、そういうのもあるんですけどね、はい、ちょっと7万点牌入ったけど救世主難しいかな。あ、井出じゃないか、失礼しました、はい、西島ですね、 ですね。ただまだ点がね、ピンフ、うん、しかもマンズマチですからね、ちょっとまあいいとは言えないですよね。ヒデも差し子含みシャンペン、はい、親の石綿は今回苦しい、まあ苦しいというか勝負いってないですよね。はい、ここは、はい、もう勝負いってれば一通の形で天牌入ってますからね。仕掛けを受けてね、まあ、うん、まあ、無理するところではないっていう、そうですね、そこの仕掛け、そこの仕掛けだけは潰してやろうかみたいな感じですよね。はい、まあ、他の人だったら少々言ってもいいんでしょうけどね。そうですね、一応ね、こっから昇級逃すはさすがにシャレになってないと思うので。そうですね、うん、ほら、いい人でしょ、鬼じゃないんですよ、石綿さんもね。これ別にいい人にも見えないですけどね。あ、そうですか。強いなと思いながら、こう、あ、なるほどね。こうなっちゃね、森下は そうだね、この状況でいい人だよねって言っても無理だよね。ちょっと厳しいですね。まあ、あの麻雀中以外はね、いい人というね、はい、みんなそうですからね。藤崎さんもこんなに優しくて面白いですけどね、麻雀中めちゃめちゃきっとみんな怖いですからね。いや、そんなことはないですよ。いやいやいや、上がれば常に先点ですから、我々クラスはね、財布でこう後ろでね、あの皆さんのパイプを取らせていただくことあるんですけど、はい、すごいみんな闇天ケアしてるんだな。そう、怖い、怖いんだろうなっていう、後ろから見てると分かっちゃうんで ね、 でね、私たちはね、テンパってるかどうか見てるとバレるでしょ。見てるとバレちゃう。大体1000点しかやってないですからね。でもみんなすごい怖い。そういうもんですよね。あの顔で麻雀打ってますから。顔で麻雀、顔優しいですけどね、はい、はい、でもちょっと天牌入らず厳しい。天牌取らずでした、ね、取らずですね、はい、白がちょっと、そうね、あと1回ツモがあればね、はい、あの白切ってリーチって言ったんでしょうけど、あ、ただまあ対照的に西島はね、ここでリーチに行きました、はい、危険なし、あ、1回ツモあったんですよね、はい、はい、ただあ、そっかそっか、井出プロはちょっともうね、あの、そうですね、イーシャンテン、ちょっとどっちかというと上より下を気にしなきゃなくなってきてるのでっていうのがあるでしょうね。あ、まあそううかうかしてられない状況になってきたわけですね。うん、まあ、ただね、今12位なんだけど、はい、13と14位が同卓で、しかも結構離れてますんで、まあ、西島さんにこの卓でまくられなければ大丈夫そうですけどね、うんうん、100ポイント以上離れてますから ね、 そ、 うですね。そしてスタジオの別宅は藤原が 47,000 点のトップ目、はい、別宅でもベテラン頑張ってますね。はい、これで難入ですね、森下のエヴァンドラ9ピン、はい、まあこっからね、うんうん、放送が盛り上がるかどうかはもう森下頼みですからね。もう本当にお願いしますよっていう感じですね、うん、ここは。ただこの半チャンね、あの石綿さんより下の順位で終わるようだと、もうほぼ終戦でしょうからね。この状況を見るとね、崩すの厳しそうですからね、うん、どこまで、あ、ただいいとこ引きました、これめちゃめちゃいいところ、はい、もう一歩間違うと最終戦100ポイント離れてるもんね、だってね。まあ100ポイント離れていても無理ではないですけどね。いや、無理、うん、無理に近いっていう。いやいや、無理ですよ。あの、はい、過去いますよ、化け物はね、あの、ね、あの前原なんとかさんとかはね、半チャン1回で100ポイントひっくり返したとかありましたけど、化け物だから。あ、はい、なるほど、鬼より上でしょ、化け物。そうですね。ちょっと鬼鬼とね、エンマ様ですから ね、ちょっと格がここはドラ1枚浮いている、はい、なんでなんだろう、狙って逆転できるのはね、
まあ半戦1回だと直体でも30ポイントぐらいだと思うんですよね。はい、でそっからは本当になんかラッキーとかね、なんかそういうのがないとやっぱり無理ですよね。うん、そうですよね。30ポイントだって浮き沈みじゃないと逆転しませんからね。だから自分がいくらトップ取ってもね、はい、あの相手が3万点持ってたらほぼ逆転しないですからね。うん、イーシャンテン、ドラドラ、西島、もうでもこの周りの状況っていうのも結構あります。あー、イスピンリーチ強気、これちょっと、これ驚きましたね。はい、うわー、スーピン補充だね、これスーピンだうわー、お見事ですね。いやー、上がりは、いや、森下ドラ短期で追いついたところ、石綿の上がりね、現物ですからね、ドラがね。はい、リーチ単用ピンフ3900、日本馬4500の上がり、はい、またちょっと鬼が出ちゃったかもしれないですね。いやいや、いい人だと思いますよ。もう後で怒られるわ、本当にね。森下ファン絶叫の天敗です。天敗上がりになりましたね。そうね、はい、三色の方、まあ、ある意味石綿ファンも絶叫だと思いますけどね。石綿ファンもある意味絶叫。もうだってあれでしょ、やめてんでいいですからね。うん、しかもね、はい、もう画面の前で石綿さんって言ってる人いないでしょ、多分ね。みんな鬼って言ってます。名前変わっちゃったっていう、はい、来た鬼みたいな。鬼来た。本当にそんな感じになってきました、だいぶ、ね、何二曲いでの親バンドラは初です。はい、いやー、リーチ行くと思わなかったもんね。リーチはいや強いな。強いね。強いですね。こういうリーチのことを強い以外の言葉で表せないですよね。そうね、本当理屈じゃないですよね。理屈ではないです ね、はい、本当に 理屈はもうリーチの必要がないので、あの局面理屈だけで言ってしまえば、はい、あのリーチっていうと森下プロの手が止まるはずがないので。そうですね、逆に加速するんでね、チャンスっていう感じですよね。そう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 、直撃チャンスみたいになっちゃうんで。闇天にしたところでね、結果はどう、なんかほぼ変わらなかったかもしれないですけど、まあ、結果は一緒だったと思いますね。はい、ただ、まあ、闇天にしてるとどうだろう、スーピン切ってリーチっていうぐらいかな、森下プロが。あ、ドラ短期、まあ、ただ石綿プロの捨て牌にあるから直撃狙って闇天もあるかもしれないですけど、打牌は一緒なんでね。そうですね、はい、上がりは上がりでしたね。ではこの形、なんちゃ西島、今日は、今日もですか、今日も苦しい。うん、まあ今日はね、あの長いリーグ戦や戦って最終節ポイントを大きくマイナスしてる人っていうのはね、うん、これはプロはみんな経験したことありますけどね、まあ、大体こうなりますよね。これがね、90数パーセントこういう展開になりますよね。90数パーセントこうなら、うん、もうなんで、あのプロの競技麻雀っていうのは、はい、やっぱりポイントもトータルで争いますから、ポイント持ってる人がどこまで行っても圧倒的有利ってことですよね。そうですね、もう今日この1日見ただけでもそれは明らかですもん ね。あれ、鬼イーシャンテン、はい、鬼イーシャンテン、石綿ですね。イデは、イデプロはちょっとね、今守りに入ってる状況ですので、はい、リュウが切りづらいんじゃないですかね。ドラなんですよね、この初。ああ、本当だ。まあ、なんで他の人に高いマンズから処理したってことは、まあ、一色手まで行ってってことですか。うーん、一色手まで行けばリュウハね、リュウハ短期でも何でも使えますからね。はい、いいシャンテン。まあ、イデプロもね、久しぶりの放送対局で厳しいポジションとはいえね、どうせあいつの性格だから思いっきりかぶいてやろうぐらい思ってきたんでしょうけどもね、さすがにこの展開はね、無理だよね。本当にね、かぶく暇すら与えてもらえず、本当にそういう状況になっ
ていますね。これは馬切れになりますか。はい、はい、馬切っていいシャンプー。1ピン引いてもやめてんじゃないですかね。あの一手代わりでピン風になるし一通にもなるかもしれないしね。西島のドラの初浮いている形、石島さんはどっちかっていうと森下石渡の争いに少しもう遠慮してる感じが出てますかね、うん、そうですね。まあただ残留もね、まあまだありますからね、うん、親番は勝負かけたいところですよね。そうですね、あ親番はもう一本も引かないですよ、はい、3回戦も何2局を迎えて、こちらの展望状況ということになってます、まあはい、なのでまあ、 あの松田さんもね経験したことあるから分かると思うんですけど、うん、こういう勝負で展開が早い時っていうのは、はい、宅内で勝負が盛り上がってない時なんですよね。なるほど、はい、宅内がね盛り上がってるとどうしてもみんなギリギリまで粘って経点取ったりとか、うん、そういう展開でね連チャンも多くなったりするので展開って必ず遅くなりますからね。まあ、今回はねちょっとこの1回戦2回戦の途中くらいからスピードアップと、そうですねいう感じですか。おっと西島はドラドライーシャンテン、うん、あこれは石渡出ない、うん、どうなんでしょうね。鬼はテンパったら結構あーあー、ね、そしてこれでテンパイ、はい、ウッパーピン、タンヤオになっちゃったんですね。タンヤオになっちゃった。そしてスチーピンテンパイ石渡、サブロスをチーソー待ちでタンヤオテンパイ親番井出です。リュウハドラさんはウッパーピン待ち、ウッパーピンです、はい、まあここは西島も勝負の場面ですよね、うん、ウッパーピン、ウッパーピンがない。これで流局、何局は井出、西島、石渡の3人転敗での流局です。森下は一人の点、一人の点はないだろうって感じですけどね。まあしょうがないね。本当こういうチャンスはねなかなか来ないっていうお話ですからね、うん、森下もそうね、ぐっとこらえて高い手を一発決めたいですね。まあ、ただこのハンちゃんね、石渡さんより下の着順で終わるとほぼね、ちょっと3万点差本当に厳しい状況になってきました、うん、森下始まる前から80ポイント弱離れてますもんね。そうですね、まあ、ここまでなんかね、はい、B1 セレクトの最終節がいまいち盛り上がらない展開になるのも珍しいですよね本当ですね。なんかもうちょっとこうギリギリのねオーラスまでわからないですよっていう、まあ、ただねあの意外と上の争いは2人だけなんで、はい、抜けちゃうケースってよくあるんですけどね。ただ普段だとあの4択やってて一番盛り上がってるところを最後映すじゃないですか。そうですね、あの、まあ、多分おそらく今日盛り上がってるのは唯一残留争いのね、うんうんうん、立川渡辺のタグだと思うので、まあ、上の争いはね2人だけしか昇級できないんで、はい、最終節勝負がけの人ってやっぱりどうしてもね無理を承知で強引な勝負挑まざるを得なくなるのでね、はい、まあ、そうするとやっぱりあの返り討ちに遭う可能性の方が高いんでね、はい、こういう展開はまあ多々ありますよね、うんうんうん、まあいい人がさらに良くなって悪い人がさらに悪くなっていくみたいなね、ありますね。まあ、ただ今日の石渡さんは強すぎるね。ちょっと強すぎますね、はい
いやどうにもなんないでしょこれはね。他の人がね太刀打ちできないような状況になってますよ ね。ちょっと手元しか映んないんで分かんないですけどね、サイドテーブルに金棒とか置いてないですか、ね、金棒とかね、鬼のパンツとかね履いてきてるかもしれない今日は森下もドラドラチートイツイーシャンテン、なんか本当に鬼に金棒みたいになってますもんね本当にもう、ね、結構危うくなることも多いようなね仕掛けだったりとか、うん、もう全部うまくいってますもんね。そうですね本当に。周りもねなんとかそのチャンスをね、うん、逃すまいともがくんですけどね、ま、そうね。ただあれだけさばきがスパスパ決まるとね、ちょっと、うん、どうすればよかったんだろうなっていう気持ちにはなりますよね、はい、西島天杯リーチサブローピン、高宮ドラのローピン、はい、山に2枚、3ピンも1枚あります。石綿はこれはラッキーなリーチというか、まあどうぞって感じですよね、はい、西島さんならっていう感じのリーチですね。まあ、まあ、積もってもらってもいいし、まあ、なんなら補充してもいいですよぐらいで行く可能性もありますよね、手格好によっては。森下、はい、ドラありますからね、スワンコ、はい、ドラ2枚あるし、リュウハ、ペイ、ありそうだね。ちょっと森下の手配、あれ盛り上げる、おっと、あれ森下ペイ初 E ピン全部ある、いい、あ、E ピンだけない、ペイ2枚、リュウハ1枚、ペイリュウハ1枚、そう、これはしかもローピンは補充しないですからね、うん、一気に来るか森下、惜しい、いやここ役満上がればちょっと盛り上がるね、はい、チャンス出てくる、まあ、ただ言うてもね、まあ、や役満積もってちょっと盛り上がるぐらいですから、どんだけ差がついてんだ楽しいですよいやでも来た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 、ペイ2枚あるんじゃない、ペイ2枚です、2枚、えペイ2枚対3ピン1枚、まあ、ローピンは補充はない、3ピンローピン1枚ずつ、いやこれリッチするってことは上がるの、ペイ、出上がりするんですか、いや積もるし、いや、ね、見逃したいですけどね、この手はね、見逃したい、ただ見逃さんであれば石渡さんからの直撃だけとかもあるんで、闇手の方がいいような気しますけどね、けどいや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 、いますよペイ2枚、どうなん森下パーソーサブローピン待ちリーチ、西島は3ピンローピン1枚ずつ2枚対2枚、うん、これでも逆に逆もスワンコ積もられるの石綿さんより西平の方がきつくなるかもしれないね、うわ確かに隣の宅で聞こえるでしょう、さすがに8000、1万6000って言われたらね、聞こえるんですよこれ本当に、うわサブローピンはどうなる、サブローピン、あ、1枚減った、これでローピン1枚です、これで宝珠はなくなった、あ、本当だ、森下宝珠はない、石綿、いやもうこれ大丈夫かな、どうだいる、はい、怖い、あと2回いつも、あとそうですね2回、あと2回だとどうかな、さすがに倍もあるから西島さん手つかんだらローンなのかな、いやー、まあ、2枚あるって分かる、でもいやーローンって言えない気がするけどな、いやでもいや見逃してほしいね、そのまあ最後だったらしょうがないと思うんですけど、ここだけはね、これ待ってる、上がったか、まあこれでね、まあ、2平ともありますからね、はい、はい、リーチ初ペイ三眼光ドラさん、三眼光トイトイドラさんですね、16000、16300点の上がりは森下です、もう森下もちょっと不服そうなね表情ではありましたが、
まあ、もうちょっと早ければ見逃すような気するんですけどね。いやそうだと、そうですよね、はい、はい。表情一つ変えない石綿、はい、まあまあ変わんないですよね。変わんないですよね。だって別に1万6000痛くも痒くもないですからね横移動ですしね、はい、あのだから今薬満積もられて、はい、ようやくあれトータルちょっとやばいって言ってトータル確認するぐらいの点数だと思うので、まあ倍満くらいだとね。だって薬満積もったってね、まだ50ポイント以上かってますからね。そうですね本当に3回戦は南3局西島の親番ドラは初、はい、今ね日吉だったら絶叫してましたよ多分、ねはい、ペーニマいるぞとか言いながらねもう日吉さんの声聞こえてくる時ありますからね、たまに、自分の麻雀中ですら聞こえてきますからね。あすごい、解説とかも聞こえてきちゃったりして、なんか、うん、昔スタジオできたばっかりの頃はね、いろいろ聞こえるとかなっていろいろ改善してね、今に至って、はい、今ほとんど聞こえなくなりましたけどもね。そうですね、この扇風機とか置いてありますからね、うん、対策用の。なんちゃの石綿なんといつ、はい、ニキラプロの宅は終わったみたいですけど ね、 そうですね、はい、別宅が3回戦終わって、まあ、藤原プロが意地を見せた感じになってるとは思うんですけどね。そうですね、そのまま終わってれば、まあおそらくちょっと分かんないですけど石綿さんの方がトータルトップになってるでしょうね、うんうん、そうですね。あ、これで2差しいいシャンテン森下、はい、ここも面前で仕上げたいですね。そうね、とりあえず2局でなんとか石橋さんこの半ちゃんだけは逆転してね、はい。まあただ石綿もツモが充実している、はい、まあ、石綿さんをギリギリ逆転しても、まあ70ポイントぐらいの差で最終戦はやむなしなんでしょうね。うん、いや先輩入ってリーチ9万とシャアのシャンポン待ち、はい、いいんじゃないですか、誰も持ってない。うーん、全山、はい、ただ積もると面白いですけどね。シャアだと8000あるのか。そうですね、うわこの状況がね、出上がり結構厳しいんですよね。西島もちょっと引き気味というか、まあ西島さんでも降りないですよ、ここはもう最後の親番なんで勝負どころですからね。もういでは、はい、いでプロの方はこの曲は勝負しないでしょうね、はい、もうどうぞと、どうぞと積もってくださいと。西島も天敗入るか、はい、石綿さんは何出れば勝負いきそうですけどもね。行かず、泣かずでした。いいシャンテン西島、石綿は何2枚仕掛けず3ピン。ここで何を泣かなかったっていうことは、はい、まあ、僕らが好き勝手喋って鬼とか言ってるほど石綿さん本人はまあ余裕ないってことですね。うん、そうですね、うん、いや本当に本人が余裕を持ってやってるんであれば何も間違いなく2枚目ねポンチますからね。天敗ペン3万リーチ、西島追いついた、3枚持たれてる、うん、3万ない、積もっておきたいね、はい、森下プロはね、森下チャンスです。西島さんからばっかり出上がりしててもあんまりね、差が縮まらないですからね。まあ大事なのはこの石綿との差になってきますもんね。石綿それから二平、足は一枚減った。まあ打つことないでしょうね。チーマンも通ってる、ローマンも通ってますからね、はい、急走もある。
いや、新平プロさっき見た時ちょっと見た時ラス目だったもんね。そうですね。いや、ただ165持ってるからな。ちょっとラスでも150ぐらいありますもんね。うん、そうすると、そうすると別宅の森下プロに負けられることはそうそうないですよね。まあ、そうそうなさそう、ですけどね。まあ、ただ数ワンコーとかね、一発ありますからね、大きい手牌は。うん、でもそうなるとさすがに石渡さんの方が近くなるでしょ。ね、多分ね。そうですね、やっぱ銅鐸の方が強いですよ ね、 ね、この直接対決の方が、うん、はい、ちょっとパイがねこぼれた時はこの古橋の手が優しく直してくれます。はい、一応ね、あのパイが表にならないで、うんうん、あ、3万出ましたね。3万が出て、これ西島の上がり、はい、リーチ2000点、うん、あのこぼれたパイがあの全くあの 何か分かんない倒れ方、こぼれ方した時はね、自分で直してもいいんですけどもね。うん、まあ、あの見えた時には一応自分だけ見えるとあれなんか他の選手不利になったりする可能性があるんで、立ち合い人に直してもらいましょうっていうことで。なんとかつないで親番西島、まあ、なんとかですね、はい、はい、いや、ただ球種みたいな、まあ、今季を象徴するようなハイパイ来てましたね。うん、森下統一3区にエンツが1つ、チュンが統一位で、初も統一のところでピンズ染めても、はい、まあ、ただ森下プロもね、ここまでちょっと戦い方見てないですけど、多分いい戦い方してきたんだと思うんだけどね、最終節この状況でね、出て4対0の勝負負けたんでしょ今。はい、ゼロ相手に負けたんでしょ。4対0でした途中ね、まあ、ちょっと減ったりはありましたが、そういう展開なんだよね。はい、物理的にゼロに負けるってことないはずなんだけど、麻雀はあるんですよね。ねえ、そうですよね。まあ、そうしょう。石畑も森下には上がられたくないですからね。まあ、上がられてもね、あの、まあ、ぶっちゃけてて親に補充する方嫌だったと思うんで、今のは手詰まりでやむなしなんですけどね。まあ、2000点だったからいいですけどね。うん、1万8000とか1万2000とか言われたら、はい、まあまあね、親ってなりますよね。ちょっと雲行きは怪しくなりますね。うん、石畑段重ねて、これでイーシャンテン、電波を入れているのは井出です。うん、6キューピン待ち、あっさり積もったチュンドラ1、500銭、600銭100。イデプロはね、あの西島さんに暴れられるのだけは困るので、オーラスに持ってきましたね。そうですね。そしてオーラスです。オーラス石渡の親番ドラリアンゾー、はい、隣の卓はね、もう終わりましたが、まあ、4回戦は B1 リーグ全卓同時に開始するということで、はい、そうですね、はい、今巣鴨の道場で2卓別卓やってますから、まあ、そこが終わってなければちょっと待たなきゃないのでね、うん、開始時間遅れるかと思いますけど、その時はまたね、楠原さんがここに来て一人で、そうですね、なんかなんかやりようがないんだね。いや、そこ別宅やってないんだもんね、はい、今ね、なんか何にもやりようがないんだ。縦断戦の見どころとか話してもらえますか。まあ、あの空数がなんとかつないでくれるでしょうね。はい、僕ら休憩してるんでね。あ、じゃあちょっと頼みましたただね、ここ親番石渡結構行きやすい状況で、ね、そうですね、もう自由ですね、行くのも自由だし、まあ、行かない手もありますよね、はい、全然ね、あの閉まっちゃってもいいくらいですよね。もうそれこそ森下のね、ね、森下に自分上でやっぱ森下プロに100万とか積まられると嫌なので、チャンスをね多く与える必要もないので、ここまでね積み重ねてきた展望が
自分を持ってくれますよね、うん、そうですね。なんでこの辺はタイプに分かれますね。もう僕だったらこの親は手組みしないですもんね、多分ね。もう流しますもんね。どうなんだろう、石綿。まあ手組んでるんで、もちろん上がれるんなら上がりますってことですよね。まあ強引に行くんではないんでしょうけど、まあまだね最終戦じゃないんで、そうですね、っていう人が多いかもしれないですね。僕はここから多分次の半チャン2回とこの親番とね、親番3回を全部放棄しますね、うん、放棄か、うん、なんかほら曲数少ない方がいいじゃないですか、なんかね。そうですね、うん、まあ、ただそれが正解かどうかも微妙だしね。うん、で親を連チャンして次にね、まあほとんどないんでしょうけど、ダブル役満とか積まられたらシャレにならないですからね。まあ可能性としては全然あるというか、まあ、ゼロではないですからね、はいはい、全然はないと思いますけど。全然はないか結構厳しいですね、はい、ただね、あのルール上あるものはね可能性ありますからね。ありますね。天敗官老荘井出ですね。ここ井出はもうこの展望状況は残留ですもんね、うん、まあ浮きにこだわる必要もないですしね、はい、ローソーだ、はい、これが上がり、井出の上がりになりました。タンヤオドライチ2600、見事3連勝ですか、はい、ということで、はい、3連勝決めました。トップより石綿、2着森下、3着井出、4着西島の並びで3回戦が終了となりました。ということで続きまして4回戦です。